Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz, dem Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kann es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. G-Senpai です。ノクターン。G-Koだよ。ノクターン。ついに月下の前作に当たる。やばいぞ。実況していきたいと思います。よろしくね。完全初見プレイなので、まあ、ぐだるでしょうね。ぐだるね。なんとか頑張ってクリアを目指そうと思います。両側の石像は私へのサービスですか？違うわよ。あれ？選べないな。これじゃないの。あ、先にネームエントリーしてから、選ぶってことか。早速ぐだってるわね。まあこの辺はお許しください。改めまして、G 先輩です。G 子です。なんでまた自己紹介してるの？名前が出たのでなんとなく。テクニック。わざとか。あ、違うな。です。あ、もしかしてこれ。戦術指南ですね。じゃあ見るのはやめておこう。ネタバレなし、完全初見でプレイしていきます。とりあえず始めていきましょう。いきなり素晴らしいオープニングでした。さて、完全初見とは言ったものの、ステージが分岐しているとか、マリアや他の女性を助けられるとか、そういう情報は聞いたことがあります。ただ、どこにいて、どうやって助けるのか、そういうのは全然知りません。です。おいね。まさか装備奪われるとか？それは月下よ。リヒターの見た目は同じですね。あちょ、もう操作できるのか。戦いは始まってたのね。マジか。ちょやめてー。あれ？ダッシュとかはできないのか。
タックルもできないし。スライディングもないな。ねえ、もう死にそうだよ。なんで最初からこんなに難しいの？なぜ当たらない？倒してた。みたいね。お、スタートか。ふう、焦ったー。オープニングで死ぬかと思った。じゃあ行きますかー。あれ、スケルトンエイプ。ほんとだ。血のロンドの最初の敵はこいつかー。早速最初のサブウェポン、探検ゲットです。お、後方宙返りはできるのか。そこからの鞭も出せるな。なるほど。でも他の体術はないのか。お、いきなり斧か。攻撃力は斧の方が高いと思うけど、まだ探検を使ってないので、最初のうちは探検で行ってみます。オルジバの町？調べることもできるのね。動きは従来のドラキュラ城と同じ感じだな。隠しアイテムもにやりとする感じ。まああまり詳しくはないですけど。今作のリスターは、アイテムクラッシュがあるものの、指紋を操っていると思っていいかも。同じ感じなの。そうですね。月下のように無理はつかない感じです。難易度は高いってことね。ああ、あれは斧じゃないと壊せないか。まあ仕方ない。おお、スケルトンブレイズ。ナイフ3本出てたね。さすがリスター。そこら辺が最強のゆえんでしょう。バカにしてるわけじゃないよね。もちろんですよ。決してマリアの方が強いんだとか、平気なんだ、とか、思ってませんから。で、全回復で肉か。まあありがたく取りますけども。やはり、左に何かありそうですもんね。隠し部屋まで。これは見つけやすいでしょうけど、我ながらグッジョブでした。自画自賛かい。あちょ、呪われたー。あ、動きが遅い。呪いステータスもあるのね。文字通り呪いですか。はいはい。座れない？無理か。月下とは違い、落ちたらアウトなので、慎重に進まないとな。圧倒的に難しいわね。これこそが本家ドラキュラ城なんですけどね。まあ万人向けではないのかも。特に何もなかったか。赤いなぁ。街が燃えてるのね。くぅ。初ダメージ。デスにやられそうになってたのに。すっかり忘れてました。うわぁ？でっか。こんなでかい敵もいるのか。上半身にしか当たり判定がないな。ボス？強いけど、多分違うと思いますよ。ボスにしては弱いか。これはなんだ？また出てきた。やはり雑魚でしたね。一応中ボスみたいな扱いなのかな。く、そんな攻撃もあるのか。油断してたな。
わーやな雰囲気。あ、ドラゴンだ。完全にボスフラグね。思わず止めちゃった。どうしよう。斧もハート消費1なので、悪くない。そうか、ドラゴンがボスだとしたら、斧の方がいいな。よし、かかってこい。来た。間違いなくボスですね。斧にして正解。うわぁ。やばいよ。あ、初死亡ね。ぐぬぬ。ステージ1はノーミスで行きたかったのに、私にはやはり無理だったか。まあいい、次こそ頑張ろう。頑張って。斧がここにあるだけ助かります。ハートとか戻っちゃうのね。そうなんです。外した。つかみ攻撃と炎が交互に来る感じかな。今のところそうだね。パターンをつかまないと勝てませんからね。次は炎だな。よしよし。で、つかみと。パターンね。来たぞこれ。ふっふっふ。楽勝ですね。じゃあ調子に乗るとすぐこれだ。もう一つ攻撃があったとは。まあでも体力差で勝てそうです。これで終わりだ。やったー、おめでとう。無事ステージ1クリアです。まあまあかしら。一度死んだのは残念ですが、まあ初見プレイとしてはうまくいったかも。よっしゃー。お、トロフィーゲットした。クリアの。いえ、違います。は？さて、次回はステージ2です。できれば毎回クリアしていきたいですね。難しいだろうけどね。ちなみにこういうトロフィーでした。ああ。弾をジャンプして取ったから。多分そうです。では次回をお楽しみに。ノクターン。また見てね、ノクターン。